はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、中の人へのたわいもない話ということで、今回お話していくのはね、これから受験をする君へというやつですね。まあ、もうそろそろね、年も明けて、まあ、本格的に受験シーズンに突入という感じなんですが、まあ、中の人へはわけわかんない話をしているということですね。で、まあ、それはさておきね、まあ、僕も20いくつなので、人生で何回かね、受験をしました。何回だっけ？まあ、2回かなっていう、わざわざ思い出すものでもないんですが、まあ2回受験をしてですね、まあ普通にね、生活しているわけなんですが、まあなんていうんですかね、まあ受験はすごい嫌でしたね、本当にね。すげえ嫌いでした。まあそりゃそうだよなっていう。だってもともとこの人はすげえ勉強するのだってさ、すげえ嫌いなのにさ、まあね、受験とか試験がね、好きなわけがないよねっていう、まあそういう感じですよね。まあだってさ、ね、ランニングが嫌いなやつがマラソン大会出るかな、出ねえだろっていう。フルマラソン出るかランニング嫌いなのに出ねえだろっていうね、それと一緒っすよ、本当にね。まあね、マラソン大会とかね、フルマラソンはね、いや無理っすでね、断れるものですが、まあ受験はね、いや無理っすではね、済まなかったので、まあ受験をしたわけなんですが、まあそうは言ってもね、ねえ、まあ嫌なものは嫌だよねっていう、分かったっていうね、嫌なんでしょっていう、本当にね、嫌でした。分かったよっていうね、で、まあそれはさておきですね、嫌なのいいんだみたいな。まあ受験生にね、お話ししておくことがね、あるとすればですね、まあこうやってね、ロケット飛んでるよみたいなね、どうでもいいことはいいとして、まあね、もうすでにね、なんていうんですか、合否は決まっています。何みたいなね。まだ受験してないんですけど、みたいなね。なんていうんですかね。受験生が思ってる以上にね、まあ受験っていうのはね、ランダム性が低いです。なんていうのかな、こう受験生はね、毎日こう、俺は受かるんだろうかとかね、あいつは落ちるんだろうかとかね、あいつは受かるんだろうかとかね、勉強しなきゃとかね、まあなんかいろいろ思うんですが、まあなんていうのかな。まあ結局ね、まあすっげえこう緊張するやつとかじゃなければ、まあ基本的にですね、勉強したやつは受かり、勉強しなかったやつは落ちるだけなので、まあなんていうんですかね、まあ合否はもう受ける前から決まってます。ほとんど。みたいなね。まあそんな感じですね。まあ、よっぽどのことがない限りね、まあそんなにこうね、ギャンブル性はね、まあないですね、正直言ってね。まあ、なんていうのかな。この回答用紙のマークを間違えるとかね、なんかセンター試験でこうマーク一列間違えるみたいな、そういうレベルでやらかしをしなければ、まあ基本的にはないので、まあそんなになんていうんですかね、ある意味、その受験をする前に、なんていうのかな、試験会場について緊張する必要はないっていうね。もう試験会場に着く前からですね、もう、なんていうのかな、今日朝起きる前からですね、まあ試験の日にね、起きる前からですね、まあある意味合否は決まってるようなもんなので、まあそれぐらい直前だったらね、まあそれほどこう緊張しなくてもね、まあまあっていう感じですね。まあそんなこと言われてもっていう感じなんだけどね、知ってるよそれはよくね。焦るなって言われても焦るし、緊張しなくて大丈夫って言われても緊張するよねっていう、まあそれは分かってるんだけどっていう。まあそれはさておきね、まあそんな感じですよね。まあもう元々合否は決まってるよっていう、まあギャンブル性は低いっていう話ですね。で、まあ他にね、まああと2つお話しすることがあるんですが、もう一つ言えるのがね、まあ、そんなにね、こうね、こうシリアスに捉えなくても良いと。まあ、ね、こう、なんていうんですかね、受験生はね、本当にこう、落ちたら死ぬぞレベルで、こう、覚悟を持ってですね、臨むんですが、まあまあ、それはね、覚悟を持ってね、臨むことは大事ですけど、まあ、なんていうのかな、まあ、そんなにさ、ね、まあ、僕もそんな感じでしたけど、まあ、落ちたら死ぬぞみたいな感じでしたけど、まあ、まあね、まあもう、だからこう、勉強したやつはさ、受かるしさ、勉強しなかったやつは落ちるしさ、まあ、なんていうのかな。まあ、落ちても死ぬわけじゃねえしさ、ぶっちゃけ。な、落ちたら死ぬのは高いところだけでさ、ね、高いところにいるわけじゃないんだからさ、落ちても死なないから、みたいなね。そんなにこう、なんていうのかな、深刻に、まあ、捉えすぎなくても、まあ、なんか、すげえ切羽詰まってるようにね、感じると思うけど、まあ、そんなに切羽詰まってないわけ、ないからね、別に、みたいな。全然大丈夫だよ、みたいな。落ちても死にゃしねえし、みたいなね。落ちたら人生終わりだ、みたいなね。そんなことないから。嘘だから、それ。全然嘘だよ。ああ、全然嘘だから。大学のランクがね、多少変わったところでね、人生に大きな影響はねえよ、みたいな。むしろそれだったら就職活動の方が重要だよ、みたいなね。就職活動も転職しろよ、みたいなね。そういう話なんですが、まあそれはさておき。まあなんていうんですかね、受験はね、まあ基本的にね、受験生が思っている以上に大したことはないので、まあそんなにね、シリアスには捉えなくても大丈夫っていう話なんですが、まあこんなことを受験生に言ってもね、バカかふざけんな、シリアスに決まってんだろっていうふうに思うだけですね。はい、よくわかってます。それはそうなんだけどっていうね。まあどうしようもないっす、それはね、本当に。まあそんなもんすよっていうね。はい。まあそんなもんですね。はい。で、まあね、まあなんかさっきからこうね、受験生がげんなりするようなね、ことばっかり言ってますが、受験生がね、もう少しね、こう勇気が持てるような、ネタもあってですね、
まあ、それはですね、まあ、最後まで諦めるなっていうね、うん、もうこれ100回聞いたと思うんですけど、人生で。これ本当にね、すごくてね、僕はね、こう、超受験を舐めていて、まあ、どうせなんとかなるだろう的なね、ふうにね、まあ、思っていたんですが、まあ、この時期ぐらいですね、なんとかなるだろうとかね、なんともならんな、これかっていうことがですね、まあ、僕はね、まあ、いろんな試験とかね、まあ、いろんなものを受けてですね、まあ、分かってですね、これはいかんと。まあ、下手したらこれはね、こう、どこにも受からん、のではないかとね。まあ僕は本当に偏差値の幅で言うと20ぐらい幅で受けてるんですけど、まあこれは下手したらどこにもかんねえじゃねえかみたいな話になってですね、僕の流れ。まあね、本当にこれぐらいの時期だよ。1月ぐらいからね、まあ僕は毎日ですね、朝から晩までですね、まあ僕がね、大学4年生の頃に朝から晩までゲームをしていたようにね、まあ、ひたすら勉強したんですよ、僕はね。過去問をひたすら解いてですね、もうなんかこうね、ね、日が暮れるまで勉強してですね、日が暮れても勉強してですね、まあ規則正しい生活を送りですね、まあそしてまたこう2月の受験に臨んだわけなんですが、まあ本当にね、まあ偏差値で言うとね、まあ確かに20は上がらないですけど、まあ1ヶ月でね、まあ上がる人もいるかもしれないけど、まあ僕はね、こう1ヶ月間せっせと勉強してですね、まあ偏差値10ぐらい変わったので、まあなんていうんですかね、まあ行ける大学だいぶ変わるよね、大学受験だったらね、偏差値10違えばね、みたいなね、うん。まあ本当にね、なんて言うのかな。まあ本当に1ヶ月間せっせと勉強すればね、まあ意外といろんなことできるので、まあ最後まで諦めず勉強した方がいいですよっていう、まあそういう話ですね。まあさすがにね、1日じゃどうにもなんないけどね、みたいな。1日じゃどうにもなんないけど、みたいな。1ヶ月もあればね、だいぶ変わるので、ね、まあもう1月だけど、まだ1月なので、ね、受験生は多分こう夏休みぐらいからですね、もうなんか受験みたいな感じになりますが、まだ1ヶ月あります。まだ変わりますっていうね。うん。諦めず頑張ってくださいっていうね。うん。まあそういう話ですね。うん。まあ頑張んのは僕じゃないんで、みたいなね。なんて無責任なんだこの人みたいなね。グラビティスパイクなんてうざいんだみたいなね。まあそんな感じですけど。まあ受験はね。まあ受験だよねっていう。うん。まあそれ以上でもそれ以下でもないよ。セントリーか。まあまあでかいね。うん。まあ、本当にね、まあ受験っていうのはね、もう二度としたくない。分かったっていうね。うん。で、まああと受験に関してね、お話ししておくことがあるとすればですね、まあ僕がね、受験が終わった日ですね。うん。二度と忘れないっす。まあ僕はですね、まあ誰もが名前を知っているね、まあすごい有名なね、某大学をですね、最後のね、受験に選んだんですが、まあね、まあそれがね、終わった日のことをですね、まあ僕はかなり鮮明に覚えていて、まあそこはすごいね、学生さんというか高校生がすごい多く集まる場所なので、まあ本当にね、まあなんかね、うん、銃を水平に撃って当てないのがね、難しいレベルで、こう人が殺到してですね、まあご両親が来たりですね、するんですが、まあそこはですね、僕はね、もう受験終わったので、まあそれが最後の受験だったので、でももともとこう浪人はしないってことがもう分かっていたので、浪人はしないってことが分かっていたので、まあ走って帰ったよね。うん、あの大学からね。うん。あんなに人生でね、スカッとしたことはないし、スカッとしたっていうかね、あんなにね、人生で幸せだったことはないし、最高の気分だったことはないし、あれはまあある意味こうね、地獄の果てに見えたものみたいなね、まあそういうものではありますが、まあ二度としたくないんですけど、まあ本当にね、受験終わった時はね、最高だからっていうね、うん。まあ少なくとも僕は最高でしたからっていうね、まあお前はな、みたいな、まあそういう話なんですけど、まあ何はともあれね、どんなね、ことにもね、まあ何らかの形でね、終わりがあるものなので、まあその終わりに向けてね、せっせと頑張っていただければなという感じですね。はい。というわけでね、まあもうそろそろ尺も迫っていますし、まあ何はともあれね、終わるかという感じです。はい。というわけでね、今回この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。